皆さんこんにちは、新垣梨沙です。やっほー。はい、今日はですね、私たちが結婚式で実際に使った生い立ちムービーを皆さんにお届けしようかなと思って動画を回してみました。こちら私がですね、結構時間をかけて一生懸命愛を込めて作った動画になりますので、よかったら最後までご覧ください。スタート。はい、はい、回りました。大丈夫かな。うん、はい、ということで、はい、改めまして安武です。新垣梨沙です。新垣です。あ、山口梨沙です。はい、ということで改めましてよろしくお願いいたします。ということで皆様今ご歓談中だと思いますが、そうですね、楽しんでいただけてますでしょうか。いかがでしょうか。はい、食べてください。はい、はい、ということで今我々がね、うん、お色直しでちょっと中座させていただいているんですけれども、うん、はい、通常やっぱ結婚式で、うん、まあ、このタイミングで生い立ちプロフィール動画みたいなっていうのがね、うん、流れると思うんですけれども、はい、やっぱ我々は自分たちらしさというか、うん、はい、自分たちでその写真を見ながら、うん、自分たちで皆様にご紹介できればな、うん、なんてことをね考えておりまして、はい、ちょっとそんな感じでやっていこうかなと思っております。はい、お互いね、うん、この動画を作るにあたり、うん、実家に帰って昔のね、うん、ちっちゃい頃の写真をね、うん、いっぱい探して見てたら、うん、すごい共通点がね、うん、たくさんあったんですよ。本当に奇跡的な、びっくりした。すごいよね、うん、だからそんなところをちょっと注目してね、今からちょっと紹介していけたらなぁなんて思っておりますので、はい、皆様ゆるい感じでゆっくり、はい、もう飲みながら、うん、食べながら、ちょっと固めで、固め固めで難しいね。なんとなく見ていただければなと。はい、ということで早速行きましょうか。行こう。はい、まずはこちらですね、生まれたての写真です。こちらですね、まず梨沙ちゃんの方。はい、かわいいね。え、もう梨沙ちゃんじゃん。え、本当？うん、ありがとう。毛多くない？そう、なんかね、私の両親ももうびっくりしてた。生まれた瞬間から毛があったの。すごいね、うん、顔立ちもはっきりしてるし、昨日なんか入ってるから。なるほどね。そして私です。かわいいじゃん。これは大好きなおばあちゃん、うん、節子さん、はい、に抱かれてるところ、ね、なんかもう笑ってるね。ムチムチしてますね。ムチムチしてる、かわいい。だいぶ大きかったみたい。大きかったね。うん、そんな私でございます。はい、かわいいですね。生まれたての写真ということで ね、はい、うん、続いて、はい、ここから共通点が出てきます、うん、こちら、はい、沖縄ですね。まず梨沙ちゃんの方。はい、これは、うん、沖縄のおじいちゃんとおばあちゃんのお家で撮ってる、うん、スリーショット、うん、おじいちゃんとおばあちゃん、パパの方のお父さんとお母さん、うん、沖縄は私にとっては本当に第二のふるさとで、うん、そうだよね。もう毎年夏休みになると沖縄に行って、うん、おじいちゃんとおばあちゃんに会いに行ってっていうのが、はい、必ずの行事だったから、うん、大好きな場所でおじいちゃんとおばあちゃんに会いに行ってる時の写真。うん、かわいいね、真ん中で。これはね、だいたい年齢で言うと3歳ぐらい、うん、はい、そして僕の方なんですけれども、はい、僕ちっちゃい頃、うん、沖縄に行ってるんですよね、うん、イルカショーって書いてあるでしょ、うん、そう、沖縄の写真ですごい、うっすら覚えてるもん。砂浜で寝てた感じとか、なんかジェットコースターの音とかも何か覚えてたりする。何歳ぐらい？これ何歳だろうね、何年って書いてないけど、でも同じぐらいじゃない？そっか、3歳ぐらい。うん、まあその後もね、沖縄では仕事したり大好きだったりするから、うん、まず沖縄っていう共通点がこれ、ね、共通点がありましたね、はい、1個ありました。はい、はい、そしてこれはまあ誰にでもあると思うんですけれども、うん、はい、はい、浴衣の写真ですね、はい、かわいいね。2歳ぐらいの時これは。そっか、多分ね、これママが選んでくれたんだと思う。うんうんうん、ピンク、ピンクなんだ。ちっちゃい頃やっぱピンクが好きだったの？どうかな、うん、物心ついた時にはそんなにピンクって感じではなかったけど、ママの趣味っぽいね。ピンクが好きなの。そうだね。さあ、これ覚えてないですけど、僕もお祭り行ってるんですね、浴衣着て。おしゃれじゃない？なんかね、渋いの着てますね。渋いの着てる。はい、なんか食べてる。指をかじってますけど、うん、何なんでしょうか。でももうこれ完全に安武さんだね。ちょっとね、うん、生意気な顔してますもんね。可愛いじゃん。はい、まあ、これは皆さんあると思いますけど、はい、こんな感じ。
はい、お祭りの時の私たちの共通点、はい、そしてここからですよ。そうなんだよね、はい、これすごいよね。こちら、うん、ちょびも興味を持ちました。リサちゃんの方はちょっと写真では分かりにくいと思いますが、ね、後ろにね、うん、アメリカの警備員さんだから、うん、写真がありますが、にっこりして見てるの、はい、こちらの写真、うん、なんと2人ともアメリカはワシントンに行ってるということで。そうなんですよ、はい、僕の方は分かりやすいと思いますけれどもね、うん、これこれねすごくないですか。すごい。ワシントン州に2人とも子供の頃に行ってるっていう。そう、私はワシントンにおじさんがいたの、うん、そうなんだよね。そう、親戚が。そうなのだから行ってたんだけど、うん、吉武さんは旅行、これは僕も親戚がニューヨークにいたのね。おお、うん、すごいね。でその流れで、うん、多分母と妹と写ってますけれども、うん、これ見に行ったんだと思います。なるほどね、うん、すごいよね。すごい、こんなことあります。なかなかね、うん、このちっちゃい時に行くってことあんまないもんね。そうそうそう。続いて見ていきましょうか。はい、続いての曲、はい、こちらでございます。こちらです。はい、なんとなく雰囲気で伝わるかもしれませんが、はい、ハワイに行っております。ね、行ってますね。ちょっと生意気ですけれどもね。生意気やってますね。生意気 やらせていただいております。はい、ママとパパありがとう、はいはい、うちもあの母親、お母様ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね。で今年はこれハワイで、うん、あのよくあるこのレイをかけて、うん、ママとポーズとかモデルさんとか言うと、うん、このポーズをかわいいね、うん、してたんだって。同じ服着てるもん。多分ね、そうかも。なんかね、多分ママの手作りかな。すごいね。ママ結構私がちっちゃい時とかに、うん、服を自分で作ってお揃いのものとかを着てたの、うん、素敵だね。そうなの、うん、そして私、吉武さんこれやってね、ハワイは大高級ホテルハレクラに、うわ、泊まらせていただいてる時のハレクラに泊まったの。はい、うわ、写真でございますね。ファミマソックスみたいな靴下履いてありますけどね。この頃から、うん、そしてこの頃からコカ・コーラ、なんかちょっとアメリカな感じがね、すごいんだけど。でもかわいいね。嬉しそうですね。嬉しそう。ということでハワイに行っているというね、はい、共通点これもございました。はい、はい、そして続いてはこちらでございます。はい、うん、ちょっと大きくなりまして、こちら、はい、2人ともピアノを習っていたとはい、私はエレクトーン、うんうんうん、僕はピアノを習っていたということで。ねえ、習い事が一緒だったんだね、はい、ちょっとここまで見てる感じ、なんかちょっと2人の育ちの良さみたいな、ちょっとそういうの自分で言うんだっけちょっと漏れてて、うん、あの皆様から反感を買って、これも共通点だね、うん、そう、うん、続いてはこちら、はい、2人ともバスケットボールをやっていたということで。すごい、すごいよね。私はキャプテンをやらせてもらってました。本当だ、もう優勝してるね。なんかそうなんだよね。強かったの、どうだったっけな。もうすごいバスケが大好きで、うん、小学校のミニバスケットボールチームに入ってた。それで言うと、うん、歩道が役でしょ。そう、僕サレジオ学院、2人とも神奈川県でバスケをやってるんですよね。すごい。もう一個共通点が今出てきましたけれども、うん、これは僕は中学の時から、うん、バスケをやっていて、うん、ヘアバンド作ってましたね、はい、バスケで共通点、これもすごいね。なんかいろんなスポーツがある中でね。そうだね、あ、一緒のスポーツやってたんだねっていうので、うん、今回この写真を選ばせてもらいました。はい、こんな共通点もありました。はい、はい、そして最後かな、次が最後ですね、うん、こちらでございます。はい、はい、これはだから要は、うん、リサちゃんは中1でもう表舞台に、はい、モーニング娘。に入られたので、うん、ここからはね、あのもう皆様、うん、ご存知なのかなっていう感じなので、この写真の時がちょうどモーニング娘。に入る年、うん、だから12歳ですね、うん、13歳になる年みたいな感じ、はい、でここから先も働き出して、そう、ね、表で、はい、表舞台で働き出すと。そう、はい、ここの時に高橋愛ちゃんと小川誠ちゃんと近藤麻美ちゃんと出会ったっていう、うん、はい、懐かしいですね。そういうことですね、はい、時代をちょっと感じますね、このポーズでしょ、はい、なんだろうね、このポーズ、ちょっと帽子を横にかぶって恥ずかしいね、よーみたいな感じで、やめときなよっていう、ちょっとラッパー感ありますもんね。いや、そうかな、うん、なんかヒップホップ感、アイドルになりたいからね、この2学期は。でもヒップホップ感ちょっとありますよ。そうですか、はい、それで言うとだから
同時期の僕の写真。同時期、はい、だから私が12歳だから安武さんは22とか1とか2ぐらい、うん、大学生ぐらいの子ですね、はい、の僕の写真がこちらです。どうしたのいつからこうなってしまったのかな。さっきまですごい共通であったけど急に。いやいやいや、ほらバスケの服着てますし。怖いじゃん。見てください、ほらそれともほらヒップホップユニットみたいな感じで出てるじゃん。違うよ。何がどうしたの。この時結婚する前に、はい、この安武さんだったら、うん、怖くて、うん、近寄れないかも。このもうこの1時間ぐらいでも外してますから。もったいない。そうなの。そう、まあだからその思い出としてやってみようってことね。そうそうそう、撮っただけなんで。あ、そうなの。はい、だから2人ともちょっとヒップホップ感が出たっていう共通点。いや共通点を一緒にしないで無理やり。はい、私これここからアイドルになるわけだから。私ここから暗黒時代に入りますから。はい、ご存知だと思いますが皆様ね。はい、ということで、はい、こんな感じでね、うん、結構共通点が多かったねっていう話で盛り上がったので今回はね、はい、うん、そんな写真をお届けさせていただきました。はい、はい、ということで、うん、以上が我々の生い立ち動画でした。はい、いかがでしたでしょうか。この後も披露宴はちょっと続きますので、うん、はい、最後までぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、まったね。あとでね、もうすぐ出てくると。お色直しした我々がもう少ししたら出てくると思いますので、はい、ゆっくりしててください。何色のドレスを着て出てくるでしょうか。あ、そんなことを考えながらもう少々お待ちください。けのちょびたん。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。はい、ということで生い立ちムービーいかがだったでしょうか。なんかいろんな写真がありましたね。これを実際に結構式場で流して皆さんに見てもらったという感じでございました。いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。